いや吉田さんね、鹿児島から宗谷岬まで車で走るなんて本当に素晴らしい経験しましたよね。いや良かったですね。私はね、自分自身でそんなことしてないですけども、ただそういう人を友人に持てるっていうのは何よりも喜びでございます。さあ、今回はね、車のテーマをちょっと出していただいたんで、私もね、ナイト2 0 0 0を入手してから、どんな風に自分のこうライフステージがね、変わったかってことをお知らせしましょう。ほとんど乗ってません。 うん、でも毎朝見かけますもうそれだけでいやーよかったなんか人生が2ステ,ーステージ3ステージ上がったような気がしますねなんかすごいハッピーですよねでえー、と今日ね公民館の集まりがあったんで地域の集まりがあったんで、あのー、人権とかについてなんかね映画を見たんですよまあその中でね、えー、私が感じたことを話すって言われたんで話してきたんですけども、あのー、多くの方が「 家家族ととか家庭が癒しの場にななっていないとむしろ家族が家庭の中でストレスを感じているというね。うん、だから人権だの何だろうっていうのなね、五択並べることになるんじゃないかと。たくを並べるって言い方してしまってね、申し訳なかったなと思ったんですけども、またね、口がすぎるんですよね。もう、なんか、かったるくなってきて。<laughs> すみません。えー、っと、心をね、入れ替えます。すみません。えー、こんな、バカにする意味ではなくてね、うんと、何と言いますかね、あの家にいる人が、 うん、なんかあんまり聞きたくないなと思いながらも耳に入っちゃうんですけどもあの旦那さんから見て奥さんがストレスとかね奥さんから見て旦那さんがストレスとかで親から見て子供がストレスとかね子供から見て親がストレスとかね何やってんんだと思うんですよねいや家族っていうのは自分のエネルギーを充填してまたあの社会に向かって立ち向かっていくための癒しの場だと思うんですよ。あのなんていうのかな 職場とか社会が戦場だとしたらヒーリングする、あのーなんすかね、病院といいますかねそういうとこだと思うんですよ。うん、じゃなくてもうなんか家族の中で憎しみ合っていたりとか邪魔者を通してお互いを感じていたりね、うん、なんか自由がなくなるみたいなねそうかなと思いますよね。でその車の話に戻りますけども。 その自分の大好きなねこれ以上はないっていう車を手に入れたらそれなんかもっと自由になりますよねだってもうストレスが車に関してストレスないわけですからでも我慢して好きでもない中古車をローンで乗ってたら乗るために憂鬱じゃないですかねいや車が好きな方だったら僕はそう感じる方ですよねどっちかって言ったらうんだからまあ何て言うのかな 無理,無理して無理してずーっとセルシオをね買ってたんですけどね大好きですからね <laughs> いや無理したちょうの何つか付き合いはでかかったですよだけどあのお金的には苦しかったけどそれを上回る充実感があったんで貧乏だとかね苦しいとかねそのモチベーションがどうこうとかいう瞬間はもう1ミリもなかったんですよ、うん、お金はないけどでも「あセルシオがあるじゃん」なんて美しいボディーラインみたいなね思ってましたし 女の子に全然モテなかった時でも「いや俺には相棒がいるから」みたいな感じでね思ってましたしねでその頃はトランザマなんてのはもう眼中になかったっていうか完全にもう自分が寄り添っていいようなね欲しいと思っていいような存在ではないと思ってたんでもう完全に自分のねメモリーから消えてたんですよもう一生セルしようと思ってました本当にでレクサスも一回試したんですけどもレクサスはちょっと私にはねなぜか合わなかったんですよ、うん、なぜかねなぜかちょっと狭さを感じてしまって、ね、そんなことないはずなんですけどね うんだからセルシオとはちょっと縁があったんでしょうねでも今は堂々とそのセルシオ10年以上乗ったセルシオを裏切ってトランザムあしかもトランザムしかも乗ってねえしみたいな <laughs> そ,れかそもそも車乗ってないし <laughs> みたいなねそんなところがあるんですけどもただねやっぱり。 あの持っってていいいるだけっていうか思いなんですよね自分はこれを所有してるとか吉谷さんみたいにそうやめ先まで行ったぞっていうストーリーが自分の人生をもっともっと豊かにしてくれてると思うんですよ。そうなるとあんまり考えにくいことですけどもえ吉谷さんがね R34 を失った時とか私がナイト2 0 0 0トランザムを失った時でも思い出があるから生きていけるみたいなあ思い出があるから励まされると。 その思い出にもう一回巡り合いたいからもう一回手に入れるために頑張ろうかなっていうふうな永遠のエネルギーがねあるんではないかなと思うんですよ。うんだからねなんか結局あの無駄遣いになるのかどうかっていうのは自分の精神がどこに向かってるかが決まるんではないかなと思うんです。客観的に見たら私の暮らしなんて無駄ばかりですよ。本当にとてつもない無駄ですよ。一番無駄にしてるの時間ってないかなと思うんですよね。今日もねやることなくって気がついたらこの時間になってましたよ。ぼーっとしてたらこの時間になって。あれ今日。 あの食事したかな?みたいな」ってよく思い出せないみたいなねもう完全にボケロジーになってるような感覚ですけどもでもこれがね時間をものすごく贅沢に使ってるなっていうような喜びになってるんですよああしまったーとか思わないんですよざまあみろと思いますよねよーし今日も時間無駄に使ったぞざまあみろみたいな大したことしないけど終わったぞって暇だったぞみたいな <laughs> 暇のまま終わったみたいな <laughs> まあ明日はちょっとねあの朝からお稽古があるんで あまあ気持ちがるぐるっと切り替わってねもうちょっとこう何芸人モードになるんですけどねうんすごい楽しいなと思いますまあほにねうそ誇張なくこの1年間去年の8月からぐるっと一周しましたけども、あのー、本当に暇すぎてね暇だったんで細かいサポートもできましたし動画もたくさん撮れましたしでいろんな方のところにお会いしに行けましたしね、えー、あらゆるオフ会ももう,もう何大爆笑で終わりましたしね でオフ会に来るのが嫌な人は来なかったと思うんですよ当たり前ですけどもオフ会に来たいと思った人が来たと思うんですよ。っていうことはその時間とかその場所とかそのところに集まる人っていうのを選んだ人だけが世界をね作って意に遭うなな人っていうのはこのね私たちに関わらなかったと思うんですよねむちゃくちゃいいじゃないですかって話ですよ。うん確かに世界にはいろんな不幸を抱えたい人とか恵まれない人いると思うんですよ。 いると思うんですけどもあのそれがねゼロになることがないと思ったらうーんまあなんか気に入った人とだけ関わるっていう方法もあるんじゃないかなと思いますし自分の気に入らない人をいちいち探してねそれに腹を立てたりとかそれをなんとか是正しようと思って頑張るのも楽しくないんですけども別に目に入んなきゃいいんじゃないかなと思いますよね。で余裕ががででききて自分が解決できる能力も身につけたら そういういところをね目を向けていって一つずつ改善するのはそんな悪いことはないと思いますけどもねただやっぱり自分にも余裕がないし自分もの考えもまとまってないのにあのいろんなことにね危機感を抱いてるとか誰かのことをかわいそうだと思ったりねあの人の考えどうなんかなと思って評価して評論家みたいになっちゃったりとかしてねそれよりも自分の内側のことをしっかり見ておけばいいんじゃないかなと思いますし少なくとも自分一人と自分に関わる数人の人が 笑顔だったらもううう世界は全部笑顔だというふうに思うんですよその後で力が余っったらねかかかをすればいいいんじゃゃないかなと思ちういうことを考えるのもキットが、ね、手に入ったからかなと思いますしね、えー、やっぱりこういや家族が癒しとかそういうふうな感覚をみんなが持てばいいんではないかなと思いますねわざわざその何、うん、て言いますかね憎しみ合うべき家族をわざわざ作る人なんてあんまりいないと思うんですけどなんでそうなっちゃうんでしょうね、うん、いきなりやるんじゃなくてちょっとずつそうなるんでしょうね だからちょっとずつそうなってるなと思ったら是正していってまた初心に戻るってことが必要だと思います。まあそんな感じでねガソリン代40万円というタイトルから全然違う話題になってしまいました。あいつものことでございます。それでは失礼します。